松浦の良かったこのいっぺあるな。あのその昔この不死の薬は探しや上服上服は洋服じゃなかったな。洋服じゃなか洋服どういう時洋服っていう人の目、うん、な真の国今の中国だ。中国から凝らしたっていう不老さんもよかったな。だいや高島のモンゴル村のゲルっちゅう変をゲロ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 初めて行ったわ。初めて行った700年前は元寇の戦いの地じゃったとばってな、うん、今じゃ友好関係にあるってじゃもん、うん、平和が一番だいな。そう一番一番まさに離婚になったなこないだから高島は有名なもんじゃったって。あの元寇の戦いの時の船のあの高島の海乗っとった中じゃなかや。これでも連日テレビにラジオに報道されとってな。これよ。これでまあな松浦市のまあかって言えば駒かばって、とかって言えばうどかばって、高島も全国に有名になったもんな、聞いとるや。そうじゃった、そうじゃった。松浦、名所巡りの旅はいかがでしたか。私たちと、年のあんまり変わらない男のガイドさんじゃったもんせんね。ついつい話に聞き惚れましてな、全部頭の中やってしまいましたわ。そりゃあよかったです。今日はお年を召された方々でしたので嬉しくて話が弾みました。はい、初めての出会いっていうわけじゃん。このフライは何じゃすか。それは名物の車エビでございます。私はな伊勢エビは毎日食よるばって。車エビは初めてだ。こりゃこりゃお初にお目にかかります。そりゃ食ってみようか。ところでお客様方はどちらからお見えですか。松浦は上石佐というところじゃ。上石佐はですなサークルおばあしゃまで有名な高野じゃすば。あの美人ぞろいで有名なサークルおばあしゃまですね。そう今度の旅もよか命の選択のできんパターン。また明日から頑張らんば。頑張ろう頑張る。そうだ。ばってな考えてみれば家の米と漬物もうまかよな。今度の漬物がうまか。そうだろう。家もよし、いや旅もよし。どっちがどっちって言われることあるな。そうな、うん、両方よか。あ今度もよか旅だった。